ばあちゃん食べとる。なんでばあちゃん先に食べた。なんでもぐもぐしてた今。ねえ。つられた？ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなが座った時にいただきますできるようにさ、なるべくトイレ先行っといて。タイミングが遅かったね。はい、遅いのね。はい、もういいよ。いや、それでは皆様ご一緒にいただきます。納得、納得ください。じゃあみーちゃんの納得。納得ください。何するの？開けるの？開けるの？開けるの？納得開け毎朝だ。みーちゃん上手だもんね。ごめん、ごめん、ちょっと切れちゃったよ。じゃあちょっと切れちゃった、ゴミ、ゴミ。いや、味をごまかすのに強くマーガリン入れすぎてマーガリン臭くなってしまったっていう。切った。いい感じでしょ。いい日だけ撮っとくから。みーちゃん、あい今日はこれだっていうさ。お魚それみんなで食べてね。うん、まだ凝ってるから。うん、はい、開けたよ。そのかぼちゃ消費メニューをね。ホタテがいいな。うちのかぼちゃ、そう、うん、まあまだね。まあまだ、まあまだね。あい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 、二人のけて、二人。あいあいあい、無心で食べとる。無心で消費しとる。どうもありがとうね。すいません。ちょっとやめて、そういう感じ出すの。苦手です。すいませんでした。もっと薄かったら。よかった。ちょっとでもいいか、バターにちょっと美味しい。ちょっと成功するかどうかもわからない料理に、かぼちゃのあれで、ちょっとお高いバターを使うのはちょっとなと思っちゃった。あ、コールスローが。美味しいね。美味しい。ちょっとよかったね。これに上書きできる。じいちゃんが美味しいってさ。すいませんね。じいちゃんが美味しいってさ。やった。煮物はね、しっかりね、トロトロになってね。りんちゃん食べてるから結果おられてるって。ね、ちょっと。美味しい。よかった。美味しいとかぼちゃ。そう。これショートとかぼちゃ。うん。そう。みーちゃんのかぼちゃはこれみたいな。ちょっとじいちゃんさ、骨があるから気をつけて。うん、ばあちゃん骨があるからね、食べながらペッペって出すんだよ。はい、おいしい。はい、皆さん、一緒に食卓囲んでますよ。ねえねえ、食べてんの。りんちゃんが食べてんのよく見てるね。ねえ、すごいねって食べてるから見てるよ。遊ばないで食べてるよって見てるよ。うん、うん、んちゃん遊ばないで。んちゃんもうそれあれだね。乳首だね。ね、チュッパ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 だよ。それもう指しゃぶりってかなんかおしゃぶりみたいになってるじゃない。おしゃぶりじゃないんだから。あんちゃんの真似。ふんにゃふんにゃって。一緒に寝たのをまた。だと思った。
ドン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 って吹くから行かせて、いや、ゆっちゃんと寝る癖になってきたらどうしよう、もう一緒になってると思うよ、もうちょっともうこのまま一回でも許せばもう頼むよ、しょこった俺には止められないよ、自由だもん、いや、挟まってるね、もうそろそろ食べてるね、後で挟まれて取る挟まれ方が超面白いんだけど、見せてで、どこどこあれ、なくなっちゃった、自分で挟んだのかな、ピッてちょうどね、ヒッて入ってたもん、ピッてキャベツがこれ、ばあちゃんのだから、ばあちゃんが食べてよ、昨日ばあちゃんが残したやつだから、ばあちゃんが食べて、じいちゃんの残せば、じいちゃんね、みんな同じだけ食べてるからさ、うわお、私が買ってあげたやつ、あわお、いいの、洗えばいいの見ましたか、今叩かれました、暴力です、暴力です、ビデオ判定、ビデオ判定、暴力です、ごめん、こっちはビデオ判定ないから画面に入ってないから、ごめんね、叩いてごめんね、痛かった、いいよ、ごめんね、いいよ、もういいよ、ちゃん暴力したらごめんねって、めっちゃ殺されたんだけど、叩いてごめんね、暴力したら、吹くものありますか、暴力したらこうやって謝るんだよ、りんちゃん、大丈夫だ、あ、かわいちゃん、かわいちゃん、ね、おしっこだと思うよ、よっかり嫌だわ、気をつけて、気をつけて、ごめんね、ありがとう、ごめんね、そう、叩いてごめんね、そう、気をつけて、うん、はい、で、叩いた方がなんで気をつけてって、 OK、 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 OK、叩かれないように気をつけろってことで、私の気を覚ますのよ、仲直り、グーグー、あの変な仲直りの仕方教えないでくれる、なんか握手するとかさ、なんかそういうなんかちゃんとさ、仲直り、握手、握手、タラララララララ、分かった、ね、食べるかな、暴力良くないよ、うどん忘れないでね、うん、何忘れないで、野菜が美味しくなるしゃぶ、鍋しゃぶ、ちょっと足りないんだよな、うどんをね、買ってたの、そうじゃなくて車で行った時買ってやってたの、あ、それで、ね、今日車で行ったのね、いや別にそういう買うために行ったんじゃなくて、うんうん、でちょっともう4連休明けたんで、うん、電車が疲れちゃうから、電車も車で、体力低下、トウモロコシください、ヘルシー、はい、トウモロコシください、はい、あれだよね、前3000円台で買えたもんね、いっぱい入れた、いっぱい入れた、もう一回ないの、マジで3つで、3つでびっくりだよ、あれ3000円台じゃなかったっけ、まあでも上がるよな、そりゃ、でもその昔うちが食べてた頃は砂押しのさ、うどんさ、前うちで買ってたじゃない、もう結構前、まあ、私ともっと若いと箱でね、1000円しなかったよね、うん、しない、え、うっそ、41はね、今いくらだった、46円ぐらいかな、ゆりちゃんも入れてるり、ゆりも46円か43円ぐらいだよ、ゆりも入れてるり、ゆりもは、ゆりゆりさんの分は、結局それでもう全部値上がりしてるから高くなっちゃう、うちで買ってそこら辺それこそ現金でくれるんだったらそれこそ売っても儲かるなって言ったの、よそで52円くらいで売って1箱1400円くらい、ちょっと1500円、4000円出たっていうのは前半後半、今多分1袋じゃ70円ぐらいかな、多分砂押し、砂押し1袋ね、多分ずいぶん高くなったね、だからもういろんなものが値上がりなんだって、安いままのものはないんだよ今、うん、だってもう1360円、やっぱ70円とか69円、そんぐらいだわ、まあ買う、いや、値段するより安いは安いけどね、
まあ、もっと安く済ませるだったら本当業数の、あの味は落ちるけど、そこに文字があった時あのうどんが恐怖心がもうあの麺ぐらいはもう維持させてもらえませんかね。はい、いや結構維持してはいる方だと思うけど、麺ぐらいはもう絶対買い物行って買いたいけど我慢してるものいっぱいあるんだからさ、はい、そこぐらいはちょっと勘弁してくださいよ。はい、いや最近ちょっと削られたのがまたおかり、じゃあご飯食べてください。いや最近さ、もういろんなもの、まあ、今更なんだけど値上がりしたっていうのでちょっと日用品の価格の見直しを行いまして、どれがどれだけ安いかみたいな、結構やっぱあの物によってはウェルシアの方が圧倒的に安かったり、物によってなんだよ。それは結構感じた。前シュビシュと買った時2センチだったからね。ウェルシアの方が、うんうん、感じでした。なってんの、まあ、途中でさ買い分けができるから仕事をしなかった人忙しくてもう一箇所みたいな感じになるかもしれないけど、ある程度頭に入ってればね、そうだから頭入んないからエクセルに全部書き出して、でほらドライブとかにあげとけばさパッと見れるじゃん出先でもっていう感じでね。とりあえず日用品系、今まで食品系はまあある程度は分けてたけど、暇なうちに、うん、何よ、何が、あ、はいはい、ある程度ね、笑いましょう、わっはっは、笑いましょう、わっはっは、あっはっは、あっはっは、あー面白い。終わり。まだじゃ、もう一回ちょっとぐるっと回ってくるから、リンにご飯食べてて。よいしょじゃなくて丁寧に食べる真似、よいしょ、これすまるよ、これ頑張って食べて、おみちゃんセブンイチ持ってくるからね、うん、持ってくるから食べててよ、見せてね、これ体が柔らかしい、嫌い、え、嫌い、あんなに好きだったのに急にこの短時間で、あんまり好きだったのに、急に、うん、ケンちゃん今日保育園で誰と遊んだ、先生とブロックで遊んだの、先生とブロックで遊んだの、これ先生とブロック、誰先生、ブロック、暗い先生、く、暗い先生、暗い先生、誰、わからん、暗い先生、そっか、くらい先生、くらい先生、うん、くらい先生と遊んだの、うん、なの、くらい先生好きなの、楽しい、くらい先生、くらい先生、くらい先生、うん、くらい先生、くらい先生、くらい先生、ピカピカ、うわ、ピカピカだ、すごい、りんちゃんピカピカ今日いっぱい食べたね、すごいよ、もうなんかサラダもほとんど食べてるし、素晴らしい、こんなに食べたの久しぶりじゃない、りんちゃんもお風呂持ってくるって、うん、お風呂、うん、次2回生から3時間待ってくれるよ、うん、お薬は？お薬ないよ、大丈夫。お薬
よ。ごちそうさまでした。